まあね、あのここに来るまでなんか雰囲気的にはその八つ赤村というかあの舞台となったあの集落、海洋集落となんか雰囲気がね結構似てるんで、美味しいですかね。蔵ですね。結構綺麗な蔵が目の前にあるんですけど、当時のどうなってるんですかね。この時代に本当にこういうのがあったんですかね。ああ。はい、皆さんこんにちは。始まりましたね。で、今日はね、やっと来れました。ここまでね、その案内の看板がなかったんで、ここまで結構来る大変でしたけどね。はい、というわけで、今日はね、スピチューブ。広金亭です。まあ、何があった場所かというと、そうですね、まあ、八坂村の、まあ、ロケ地ですかね。ちょっとそこをね、今日はね、行ってみようかなと思います。で、実際この中にどんなものがあって、で、どういうとこだったのかというのをね、ちょっとね、調べてみようかなと思います。はい。はい。やってきましたね。なんか、紅葉のシーズンなんでね、まだまだこれからだと思うんですけど、色づいてね。いい感じになりつつあります。まあね、あのここに来るまでなんか雰囲気的にはその八つ赤村というかあの舞台となったあの集落、海洋集落となんか雰囲気がね結構似てるんで、そのロケ地としてはね多分ぴったりな場所じゃないかなとすごい思いますね。でもなんか誰もいないですよね。人がいないんですよ。いろいろね、あのカフェとか。お土産屋さんあるみたいですけど、ここもやってないみたいですね。電話がね鳴ってるんですけど、取る人いないのかな。広金っていう、お城のような、まあちょっとこの辺でね偉い人が、建てた、美味しいですかね。で、旧広金って、これが旧広金って言ってますかね。ちょっと行ってみましょうかね。じゃあ、はい、あの、はいはいはい。
立ち入り禁止なんですね。蔵ですね。結構綺麗な蔵が目の前にあるんですけど、入ることができる。その当時のものっていうことですよね。だから200ちょっと前ぐらい。インカート。すごいですね。がまだ残ってる。これは、あ、消防ポンプ。消防ポンプ。神棚。すごいな。こういう感じなんですね、裏の。こっちもなんかあるんですかね。ああ、こっち。あ、いける、いける。ああ、それ馬小屋みたいなとこやね。ああ。作業場とか馬小屋、いろいろあるし。ああ。庭の中入ってもらう。ああ。向こうはもう蔵だけですよね。そうです。ああ、ほんま。蔵が3つもあるんです。あ、見ました。なんか中入って。これトイレかま、お風呂。結構洋風っすね、この下のね。この時代に本当にこういうのがあったんですかね。炭火炊くやつですね、このお風呂で。馬小屋、その当時ここに馬がねいたって感じですかね。この瓦がすっごい量の瓦が。ミステリーワールド、ああなるほどね。ミステリーワールド岡山近代地区ですか。八坂村とかそういう、あ、八坂村ですね。八坂村のですね。ショーケース。ショーケースのとこには下にも入ってないですけど、あ、こんな小石小屋。火の用心、慎むっていうんですか、どういうことなんですかね。火の用心ではなくて、その火を使うのを慎むってことですかね。なるほど。向こうにあったなんかウォーキングコースみたいなのまた違う。この下の駐車場から下へ降りて向こうへずっと行って。あ、ありますか。ずっと向こう行ってね。あ、わかりました。笹森公道の前を通ってね、ずっとまっすぐ行ってもらえや、ふるさと納税の駐車場に出るから。はい。だからちょっと500メートル、400メートルか。はいはい。あ、わかりました。ありがとうございます。はい。はい、また確認。京都館や片山邸もすぐあります。あ、本当ですか。わかりました。ありがとうございます。はい。はい。
裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。